こんにちは、ミスログです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画ではこちらの iPhone 14 Pro のカメラ性能を最大限活かす設定についてお話をしていこうと思います。今回の iPhone 14 の Pro と Pro Max については新しくプロロー形式での撮影がサポートされてるんですけど、初期設定だとこのプロローの設定がオフになっているので、そういった設定も変えていく必要があります。買って最初箱から開けた状態の初期設定のままだと、その48メガピクセルの撮影だったりとか、あとはプロロの設定が入ってない状態になっているので、カメラ性能を最大限活かしたいという方はまず設定を最初にしておく必要があると思います。そこで今回の動画ではまず設定をしておきたいカメラ性能についてお話をしていこうと思います。それでは行ってみましょう。まず設定については、設定アプリを立ち上げて、その中にあるカメラっていうところを選んでいただいて、そこの中で全ての設定を行う形になります。で、すでにもう僕のカメラの場合は設定が全て終わってる状態なんですけど、まず一番上から説明をしていきます。フォーマットを開くと、まず上のカメラ撮影の高効率と互換性優先というものが選べるところになります。この高効率と互換性優先っていうのが、拡張子が高効率だと HEIF 形式 HEIF っていうやつで、この互換性っていうのが JPEG 方式になります。で、ここの選び方としては、互換性優先の場合 4K の 60fps の動画撮影とか、スローモーションの 1080p の 240fps っていう情報量が多い動画撮影ができないっていう特徴があるので、静止画、写真ばっかりで動画は基本撮らないよっていう方は互換性優先の方がおすすめかなと思います。ただ動画とかもシネマティックモードとかも撮影をするよっていう方は高効率の方を選んでおくようにしましょう。で、続いてのこの写真撮影っていうところですね。写真撮影のところのこの Apple Pro RAW というところ、ここがオフになっている方は必ずチェックを入れるようにしましょう。こうすることで、やっとロー現像の写真が撮れるようになります。プロローの解像度がここ48メガピクセルと12メガピクセルが選べるので、より解像度の高い撮影をしたいという方はここはまず48メガピクセルにしましょう。で、この Apple のプロレスの動画撮影については 4K の最大で 30fps まで対応しているので、 60fps とか、より情報量の多いものには対応しないんですけど、映画の撮影でもよく使われる 24fps ぐらいの撮影をする方だったら、ここは有効化しておいてもいいかなと思います。で、続いてがビデオ撮影のところですね。6つの項目の中から設定を選ぶんですけど、この左の 4K とか 1080p とか HD って書いてあるところと、このスラッシュの右側の 30fps とか 24fps っていうのが、それぞれ解像度とフレームレートっていうものになるんですけど、解像度については 720p から下の 4K に行くにつれて動画の解像度が上がっていきます。 FPS っていうのはフレームレートって呼ばれるもので、1秒あたりのコマ数だと思ってください。なので 30fps だったら1秒間の中に30コマで、 60fps だったら1秒間の中に60コマが詰まっているっていうものになるので、数字が大きい方がより細かい情報量が詰まっているっていう感じですね。ちなみに僕は今これ撮影してるソニーの α7S3 でも 4K の 30fps の設定を入れているので、 iPhone 14 Pro でも 4K の 30fps の設定を入れてます。で、このビデオ撮影性能については、僕の使ってる α7S3 については 4K の 120fps まで撮影の設定を入れることができるので、その点、ビデオ性能についてはやはりミラーレスにはかなわないかなっていうところは感じます。で、基本 4K の設定がおすすめなんですけど、フレームレートについては、映画みたいな世界観を撮りたいっていう方は 24fps がおすすめですし、あとテレビとかでよく使われるのがこの 30fps で、あとはスローモーションとか、比較的撮った後に編集とかで時間枠を短くしたりとか長くしたりとかっていうことを多くするっていう方については 60fps がおすすめかなと思います。ちょっと細かく設定があるんですけど、必要なところだけかいつまで説明をすると、この手ブレ補正かっこ拡張っていうところもオンにしておくとおすすめです。で、この手ブレ補正っていうのが、アクションモードとかでも手ブレ補正効いてるんですけど、それとは別で標準でついてる手ブレ補正の方になります。で、これを有効にしておくだけでも結構手ブレ補正効いてくるので、アクションモードってどっちかというと走りながらとか運動しながらっていう撮影に向いてるんですけど、普段の街撮りとか Vlog 撮影する時だったら、この普通の手ブレ補正で十分効くかなと思います。ビデオ撮影はこんなもんですかね。
今回のモデルから新しく機能追加されたアクションモードの設定については設定アプリの中に選ぶ項目がないので、カメラアプリを立ち上げた中で利用する形になります。でこのビデオを押した状態で画面の右上に人が走ってるようなマークがあるんですけど、ここをこのように変えることでオレンジ色になります。オレンジか黄色ですかね。そうするとアクションモードが効いてる状態になるので、この状態で撮影をすれば手ブレ補正がかかったような撮影をすることができます。で続いてスローモーション撮影とあとシネマティック撮影のモードの設定について説明をしていきます。でスローモーション撮影については選ぶ項目2つ種類しかないので簡単に説明をしていくと、スローモーション撮影自体は 1080p のがマックスになっていて、フレームレートが 120fps と 240fps から選ぶことができます。でフレームレートは先ほど説明した通り1秒あたりのコマ数になるので、数字が大きいほど5倍とか6倍とかのスローモーションに対応することができます。でシネマティック撮影ですね、こちらも選択項目3つしかないので、比較的選びやすいかなと思うんですけど、僕は 4K の 30fps に設定をしています。普通の動画モードと同じような設定にしておいた方が後々編集もしやすいので、ここは自分の使い勝手に合わせて設定を入れるといいかなと思います。ちなみに言うとインカメラでもスローモーション撮影ってできるようになってるんですけど、インカメラのスローモーション撮影は設定上 240fps になってたとしても 120fps のフレームレートに変換されて撮影をされるようになります。なんで多分マックスが 120fps になってるかなっていう感じですね。 iPhone 14 Pro のシリーズを買ってまず設定をしておいた方がいいのはここまでですかね。でついでに僕が個人的に設定をしている、カメラの追加機能も説明をしておくと、まず追加しているのがこの構図のところのグリッドをオンにしています。カメラアプリを立ち上げた時に横に2本と縦に2本、こういった線が入ってくるんですけど、これがグリッドと呼ばれるモードで、この撮影する時にこの構図を意識するとクオリティの高い写真を撮ることができるので、僕はこれをオンにしています。例えばこういった撮影をする時に目の前にあるやつで簡単に撮ったんですけど、こういう感じで撮影をすることができるので、こう構造を考えるときにはこのグリッドを入れておくといいかなと思います。でこのグリッドがない状態だと画面を3分割してその中心線がどこにあるのかっていうところのイメージができないので、なかなか被写体を真ん中に収めることができないんですけど、このグリッドをオンにすることで撮影の中心点がどこにあるのかっていうところも意識をすることができるので、なんかおしゃれな写真撮りたいなとかって思ってる方はこのグリッド機能を有効化しておくのがおすすめです。で、あと動画撮影の時に意識していることが、特にシネマティックモードですね。シネマティックモードってボケ感を演出する時にような使うイメージはあると思うんですけど、このボケに大きく影響してくるのが右上の F って書いてあるところ、ここですね。ここを今 F の 2.8 になってるんですけど、この数字を上げることでボケが少ない設定になって、 F 値が低いほどボケ感が強くなるっていう特徴を持ってます。なので背景ボケを演出したい時には F 値を下げる方がいいんですけど、例えば被写体に奥行きがある場合については、今これ 2.8 にしてるんですけど、下げすぎるとその被写体自体の背景とフロントの部分と奥の部分にボケが発生してしまうので、被写体自体がボケちゃうんですよね。なのでこの F 値を下げればいいっていうわけではなくって、この被写体が平面的なものであれば低くてもいいんですけど、奥行きがあるものを撮影するときにはだいたい 2.8 から 4.0 くらいの距離感とかで意識して撮影をしてみるといいかなと思います。個人的に意識してるのはこの2点になりますかね。はい、ということで iPhone 14 Pro を買ったら最初にやっておきたいカメラ設定と、僕が個人的に意識している設定しているカメラ機能についてお話をしていきました。で僕 iPhone XS からこの14 Pro に塗り替えたんですけど、マジでカメラ性能を進化してるなと感じました。先日今撮影で使ってる α7S III と14 Pro の取り比べっていうのを行ってきたんですけど、スマホカメラの最大のメリットはポッケとか、カバンから手軽に取り出してすぐに写真が撮れるっていうところが一番大きいかなと思います。で携帯にカメラ機能がついてるっていうのは昔の、ガラケーの頃からあったんですけど、本当に普通のコンデジとか安いデジカメ買うよりも iPhone とかスマホのカメラ性能がいいものを買った方がいいんじゃないかっていうレベルに進化してるなっていうのを本当に強く感じました。
ただこう取り比べしている中でやっぱミラーレスの方がこの点は強いなって感じたのが、こう細かいその被写体との奥行きの調整だったりとかボケ感だとかの調整、あとはあの焦点距離の調整についてはやっぱりミラーレスの方が細かい設定もできて、被写体の構図とかを、まあ、画面でも今変更ができるようになっているので、その点についてはやっぱミラーレスの方がこう自分のイメージに合った撮影ができるなっていうところはスマホのカメラよりは優れているなっていうのは感じました。なのでこう写真を平面的にま綺麗に撮るんだったらもう iPhone とかでも十分かなと思うんですけど、世界観とかその写真の雰囲気を演出するって考えるとやっぱりミラーレスの方が強いかなっていうところが僕は感じた意見です。ただこう何気ない日常の撮影だったりとか、あとはスナップ写真とか、あとは友達とご飯食べに行ってこうインカムでこうやって写真を撮るっていう場合にはもう iPhone14 でもかなり有用な使い方ができると思うので、今後 iPhone14 シリーズを購入を検討している方はぜひこのカメラ性能も意識して購入の検討をしていただければと思います。iPhone14 もし買われる方はやっぱカメラの撮影がより楽しくなると思うので、ぜひカメラライフも楽しんでいただければと思います。今回の動画が参考になった方はぜひいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ミスログでした。バイバイ。